えっと、ジェイ君かな最初の質問は。同案率が日本代表選ばれなかったことについてどう考えますかさっきね、代表メンバーさらったんですけど、ちょっと待った。そう、これね、だからあの、婦人的に右サイドになるでしょ多分同案って。だから伊藤淳也と久保底で考えてるのかねこの婦人だと。とか、あと、前田大然とか、こんなどうなんのトップとかで考えてる。トップが、大阪と、多分、上田でしょで、左が、 原口と三笘でしょで、トップしたってが4123の、ね。で、南野もそこいるから、そうだ、序列的に低いって考え方でしょうね。うん。伊藤プラスもう一人の右サイドで、だからまあね、浅野とか前田大然そっち、だから浅野のところがね、どうあんでもいいんじゃないかっていううに僕は思いますけどね。<music>